チンかな。うわあ、いてててててて、ボクでスタート。みんなこんにちは。私の名前は葉山里香。どこにでもいる普通の女の子。普段は友達とショッピングしたり、学校で勉強したり。あ、そうそう、私には大好きなボーイフレンドがいて。やあ里香ちゃん、お待たせ。その人の名前は桜井春人くん。とっても優しくて超イケメン。学校でも人気者なんだ。だから私も春人くんに釣り合うような可愛くて大人な女の子になろうと頑張っているの。それにしても今度のデート何着ていこうかな。この服はこないだ着たし、これもなんだかな。あ、そうだ、私今月のお小遣いもうほとんど使っちゃったんだ。いいえ、どうしよう。ママやパパに相談しても。え、こないだあげたお小遣いもう使っちゃったの。リカ、考えて使わないとダメじゃないか。そうなることは目に見えてるし。だけど前と同じ格好をしてハルト君に会ったら。リカちゃん、前と同じ格好ってがっかりされちゃったら嫌だしな。あ、ちょっとちょっと、そこのあなた。え、私？そう、あなた困った顔してどうしたの？どうして困ってるってわかるんですか？そんなのあなたの顔見ればわかるわ。それにどうやらお金に困ってるみたいね。よかったら私に相談してみない？どうして私がお金に困っているってわかったんだろう。実は今度のデートに着ていく服がなくて。なるほど、そういうことね。そんなあなたにいいものがあるわ。これよ。何ですかこれ。これは5億年ボタンと言って、このボタンを押すと一瞬で100万円稼ぐことができるわ。100万円？一体どういうこと？説明するとね、このボタンを押すとあなたの体はここではない別の空間にワープするの。ワープ？ワープを押してその場所で5億年間ずっと一人何もない空間でただひたすら生きていなきゃいけないの。5億年？そんなに時間が経ったらおばあちゃんになっちゃうよ。大丈夫、この時間はこの空間だけの時間で、5億年経った後はこのボタンを押した瞬間に元の状態で戻れるのよ。まるで何事もなかったかのようにね。覚えてないってこと？そう、押した人間にとっては一瞬で100万円もらえるような気分なの。へーって、私何考えてるの？この人の言ってることが本当かどうかわからないじゃない。私そろそろ帰らないといけないんで。もちろん今すぐ押さないといけないというわけでもないし、もし困ったことがあったらいつでもいいから使いなさい。私はそれを渡されてついつい受け取ってしまった。それじゃん。もう何だったの、あの人。こんなボタンもらっても困るよ。仕方ないからここに置いておこう。これでオッケー。リカちゃん、今度のデート楽しみだね。うん、そうだね。このボタンを押したら100万円か。100万円あったら好きな服やメイク道具もたくさん買えるんだろうな。って、バカバカ、そんなことあるわけないじゃない。リカちゃん、何騒いでるの？わあ、ママ、なんでもないよ。晩ご飯できたから早く食べましょう。わかった。もう知らない、押しちゃえ。ポチったな。何ここ、まさか。5億年スタート。ちょっと、どういうこと？本当にこんな空間があるの？じゃあ、あの人の言っていたことは本当だったんだ。5億年なんて嘘でしょ？本当に何もない空間だ。とりあえず、出口を探してみよう。私は出口を探して走り回った。出口は一体どこにあるんだろう？走っても同じ景色ばかり。体がクタクタになるまで走って、休憩してはまた走る。1週間後。私は毎日走り続けたけど、ここには出口がないってことがようやく分かった。パパやママ心配してるかな。それにハルト君とデートの約束してたのに。あ、そうか、この時間も元の世界では一瞬だから誰も私の心配なんてしないのか。私は一体どうなるの？ハルト君に会いたいよ。3ヶ月後。私は本当に5億年この場所にいなければいけないんだなと感じる。3ヶ月後。私はこの場所で楽しいことを探そうとした。35億。一人でできること、時間を潰せることを何でもやってみることにした。毎日とにかく時間を潰す。そして1年後。リカちゃん、愛してるよ。ハルト君、私も。僕たち幸せになろうね。ハルト君。
私の行き着いた先は妄想ワールド。これは一人で遊べるものの中で一番続いたけど、ただ虚しくなるだけだった。その後50年。私はもう何もしなくなっていた。100年後。私、あと何年くらいこうしていればいいんだろう。あと4億9999万9900年。そんなの無理だよ。そして途方もない時間が流れる。私一体どうなっちゃうの？リカ？ねえリカ、何してるの？起きなさいリカ。もうリカったら。え？もう5億年経ったの？何言ってるの？寝言でもブツブツ言ってたわよ。寝言？ってことは夢だったの？それと今度ハルトくんとデートでしょ。今日はパパとママでショッピングに行きましょう。好きな洋服買ってあげるわ。え？本当に？やった、急いで準備するね。なんだ、ただの夢だったのか。本当によかった。それに服も買ってもらえるし、これでハルトくんとのデートに新しい服を着ていける。ルンルンルン。みんな今日のお話見てくれてありがとう。5億年ボタンもし目の前にあったら、あなたは押してみる？押さない？コメントで教えてね。それと今日のお話が怖かったよって人はグッドマークも押してね。それじゃあまた、バイバーイ。